7月27日水曜日、今日はなんとスイカの日らしいです。スイカの日、ね、スイカの日ですね。夏といえばスイカですね、うん、私スイカ大好きで、お母さんに超おねだりして買ってもらったスイカ、うん、腐らして大泣きしたことある、うん、それぐらいをスイカが大好き。でもあれでしょ、スイカバー食べたことないんでしょ。違う、それリオンだよ。リオンか、うん、私大好きだもん。ね、そうだよ、うん。美味しいよ、スイカバー。え、美味しい、美味しい。スイカの味すんの？何やね、わかんないよね。うん、スイカ、うん、なんかね、うん、そう、あの、種が、チョコの、うん、そう、うん、そう、あのね、うん、やつになってんの。そう。いいじゃん。でも美味しい、めっちゃ美味しいよね。食べた。食べてみて。食べる。あと、夏といえばなんかある？食べ物。みんな好きな夏の食べ物ある？かき氷。ああ、かき氷ね。かき氷好き。アイス。アイスアイス。アイスアイスも好き。かき氷ね。うん。かき氷だったら何味が好きですか？せーの。プリン。かき氷！全然揃わないじゃん。何？最悪。私カルピス。いちご。カルピスダメだよ。何じゃないよ。リオブルーハワイ。うん、私も私も。あ、ブルーハワイ？うん。あ、ほんと？一緒なんでしょ？ね、一緒らしいね。らしいね。うん、ね。どうなんだろう。気になる。何？夏の食べ物、ね、海行きたい。え、言ってたよね。うん。リオンずっと言ってるよ。ずっと言ってた。海行きたいって。いや、あっちも行きたい。嘘つけ。行きたくないって言ってた。いやいや、違う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 。でも海より山派。キャンプ、キャンプ。キャンプ派。キャンプ。あ、それ川か。え？キャンプって川？山だよ。山？河原。河原じゃね、うん。キャンプ行きたいよね。ね、やったことないよ。やったことない。あれは本当に、うん、ハモってやりたい。雲いっぱい出るよ。え、無理、本当に無理、マジで無理。雲嫌いか。雲嫌いか。ハンモックいいね。ハンモックね。いやー、いいね、夏。夏好きだもんね、リオンね。夏好きだよ。いや、でも暑いよ。ちいち今さ、あれじゃん。うん、沖縄行ったじゃん。あ、ね、確かに。え、ね、海行ってんじゃない？そうだよね。今でも鹿児島じゃない？確かに。そうだよ。え、でもさ、やっぱ暑いのかな、全然。うん。暑いんじゃね？暑い。連絡するの忘れた、沖縄の。沖縄の情報。聞いとけばよかった。沖縄。いいな。サーターアンダギー食べたかな？ウニも食べた。食べたい。食べたんじゃないですか。ね。鹿児島、いる人いんのかな？現地で聞いてる人いるかな？おもろ。ねえ。こんにちは、鹿児島の皆さん。いるかもしれないね。うん。はい。じゃあもう、フリートークもほどほどにして、それでは、行きましょう！ピーキングストロベリーアンセム！改めまして、こんばんは、ASP のゆめかなおかなです。名前ないです。マチルダツインズです。リオンタウンです。はい、今夜はこの4人でお届けいたします。イエーイ。ついにですよ、ついに、うん、生放送でございますけど、うん、震えてる、ね、やばいよね。お魚さんタイプって感じ。何やばいやばいどういうこと？プルプルさん無理、プルプルしもうやばいよね。初めて怖い、初めから緊張しちゃってさ、ね、もう全然やばいんだけど、ねえ、1時間やりきることできんのかね、本当に。できる。しかも、松屋田なんかは、うん、今日初めてだからね、このラジオに出ること自体。確かに。ねえ。ねえ。して、皆さん。ねえ、やばいよね。お姉ちゃんだよね。お姉ちゃんでーす。お姉ちゃんでーす。ねえ、前回と前々回はね、録音でさ、うん、やらせてもらったわけじゃんか、うん、なんかいいとこだけ切ってさ、うん、悪いとこ飛ばしてさ、ねえ、なんとかなったけど、うん、生放送ってなるとね、そうはいかないわけですから、ね、一度流したものは取り返せないんですよ、ね、そうだよ、いいこと言うね、そういうことだよ、うん、ねえ、なんかさ、ほらね、いくつかさ、こうチーンとかさ、ね、ちょっとさ、下系とか言っちゃうわけじゃん、私たちは。だから何とかしてもらったけど、うん、本当に気をつけないと、何とかしていこう。ね、うんうん、ね、初登場のじゃあマチルダさんは、はいはい、どんな人なのかちょっと教えましょう。え？マチルダさんはどういう人だ？私はですね、あの、双子の姉をやっておりまして、うん、担当じゃないけどね、本当にね、はい、本当の双子の姉だよね。あ、本当に双子の姉をやっておりまして、うん、そうなんだよね、私の方が喧嘩強いです。うわ、そうなの？うん、本当に？
うん、ダサいダサい。強いね。ダサい。強いっていうのダサいかもね。確かに確かに。うん、え、マリカだったらどう？え、私ウォンカの方が強いかと思ってた。え、私だよ。え、なんか違う違う、ウォンカの方が、うん、妹の方が、うん、なんかこうねちっこそう。ああ。うまそうなんか。そうだよ、うん、なんか私のね、寝顔の写真を撮ってね、わざわざ見せつけてきたりするからね。かわいい妹だわ。え、ね、わかる、妹系だよね。出てる妹。でもさ、生まれたのって数秒の差なわけじゃん、うん、だけどやっぱ変わるもんだよね、本当に。確かにね、ね、確かに。なんかマチューダの方が、うん、こう、あの、殴るタイプだと思う。あ、そうだ、拳系。チルちゃん冷静だよね。拳系な感じする。チルちゃん冷静、結構ボンちゃんと比べたら。そうだよ、冷静拳タイプ。冷静拳タイプ。どういうタイプ？どういうタイプ？まあそんな感じですね。はい。はい、わかりました。そしてね、なんと、昨日、背景ロックスター様の2022の MV が公開されました。どっこいどっこいっしょ。どっこいっしょ。どっこいっしょ。びっくりしたんじゃない、みんな。皆さん ね、驚いたことでしょう、さぞかし、うん。まあ、なんと言っても、うん、最高っすよね、最高っす。やばいよね。え、私多分もう再生回数の半分くらい私本当にそれぐらい見てる、ずっと。私も見たよ。もう最高すぎて。どこ見てんの、特に。え、特に、うん、え、特にやっぱり、うん、あの、私が担当したあんちゃん。まあ可愛く言ったら お尻の穴、うん、お尻になりました。私素敵だったよね。そうですね、よかった。だからよかったよ、本当に、うん、表情よかった、ゆめちゃん、女の顔してた。こんなに人と、あとね、テニス君に出会うんだよね。そう、その時にね、やっぱね、うん、運命の人だから。うん、女の顔だったよ。女の顔だった、よかった。めちゃくちゃ嬉しい。オスリンさんに撮っていただけたそうです。はい、本当にやばかったよね。やばいね。うん、え、でもなんかすごくね、うん、伝えたいの。なんか、お尻になった瞬間、うん、なんかもうすべてどうでもよくなった。楽しくて楽しくて仕方なくて。楽しかった。みんなにも本当に伝えたくて、うん、笑顔止まらなかったの。お尻、私、お尻に向いてるかもしれない。向いてる。ね。お尻に転職したらいいんじゃない？お尻に転職しようかな。うん。うん、ねえ、あとはね、ナイナイがね、うん、ミサイルを、ぶち放ってるじゃないですか。しかも、うん、おっぱいから、うん、ねえ、あれ熱くなかった？あれ熱くないよ、全然。ほんとに、みんなの方が心配だった、うん、あー、周りでね、うろちょろしてたからね、うん、そう、みんなに当たんないか心配だった、うん、全然平気だったよ、うん、ね、そう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 、あと笑えみたいな。そうだね、笑ってって言ってたね。ほんと変な人じゃなかった。最高だよ、ないないよ。カットかかった瞬間の真顔がすごくて、うん、そ, その変化がね、うん、そう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 、楽しかったね、うん、え、うん、いや、もうみんなそれぞれのね、なんか服とかさ、うん、まあ ね一人一人とかも、そうそうそう、個性も出てるわ、うん、で、ASP としての個性も出てるわ、うん、もう本当にね、暴れまくったよね、とにかく ね私も膝あざだらけになったもん、ね、あの MV の後やばかったね、本当暴れすぎて、あざ、あざ、うん、超楽しかった。もう本当にだから皆さんも何度見ても多分、うん、飽きないと思うんでね、うんうん、いっぱい、何か言った、何か言った今、何、うん、飽きないと思うんで、もう一生見続けてください、ぜひ。はい、よろしくお願いします。お願いします。それでは、じゃあ番組にね、メールが届いてるので、うん、はい、いつ読んでいきますか。はい、ならずものネーム、いちごゆめかさん、ありがとう。さん、ありがとう。マチューダーさん、リオンさん、こんばんは。こんばんは。突然ですが、私には絶対叶えたい夢があります。お、でも親に反対されてしまいました。諦めきれません。皆さんはアイドルになるって決めた時、ご両親には伝えましたか？ぜひ教えてください、とのことです。あ、ご両親には伝えましたか？私はね、うん、伝えましたよ。伝えた、どうやって？っていうかね、なんかもうずっと、うんうん、3歳の時からね、ずっとアイドルになりたかったっていうのもあって、もう全然 ね、もう本当にすぐ伝えました。ワックに入りますと。うん。そうだよ。
でしたよ。あ、そうだね、あの、何がありました、何なんですか、名前が。あれっていいのか、あのオーディションのさ、オーディションのあの、これあ、いいよいいよ、大丈夫でしょ、私はね、そうだからもうこうやって渡辺さんとね、最後にね、面談をしたわけですよ。で、じゃあいいんじゃないみたいな、なってて渡辺さんが合格でって言われた瞬間、嬉しいで、それもう急いでお母さんに電話していいですかって、お母さんに電話して、何受かったよって言って、それ受かったねみたいな、似てるからもうそっくりだから、お母さんもね、だからもう良かったねみたいな、ありがとうみたいな、それでも渡辺さんにもうそこで電話しながら泣いて、私も、もうありがとうございますっていうのを伝えてね、大人いっぱいいる、大人いっぱいいる前で、私はもうとにかくお母さんにすぐ伝えたくて、受かったよっていう、そう、いいじゃないですか、伝えました、すぐ。ないないさん、私はでもあれよね、あの受かってから伝えたよ、受かる前までは相談してなかった。ああ、なるほどね、そっかそっかそっか。リオンは、リオン、そんな、オーディション受けるって適当に言って、でも絶対反対しないから親は。ああ、そうなんだね、そんな軽く言っただけ。合宿オーディションだったしね。そうだよ、本当に、あれじゃなかった、なんか これに出んのみたいに言われなかったの。言われなかった、何も言われない、本当にオッケーみたいな感じ。ああ、そうなんだ。全然、合宿オーディション自体はずっと見てた、お母さんも。多分見てた。そうなんだ、すげー、よかったね。チルピは？チルピ？いや、おもろいよ、双子の。チルピはね、あれですよ、あれ、あの一次審査をメールで送った時に受かったっていうのを知って、で、その二次審査行くタイミングで教えた。はじめは教えてないんだ、じゃあ。そう、教えてないし、文科にも教えてない。それがおもろいよね。そうなんだね。なんかもう、匂わせはするし。何何、匂わせって何、匂わせって何、写真撮ったみたいな。写真撮った写真撮ろうかみたいな。匂わせするんだ。探るんだ。いや、面白いね。そう、言わないで、分かった時に、あの、親に言う前にね、その電話、あの二次審査があって、で、私じゃなくて文科が合格って言われて、そうで合格ってなった時に、文科があの渡辺さんに、その、あとね、電話をしてくれたのね、あの姉の方も合格ですかって言ってくれたら、合格ですって。よかったよね、それね。ね、ちょっと怖いもんね。確かに、文科だけかもしれなかったけどね。怖い。そうだよね。よかったに聞いてくれて。あれ、あれも合格ですかって。そっか。じゃあ実際直接は言われてないってことね。そう、言われてないんです。本当。本当に在籍してるから大丈夫かな。してます、してます。大丈夫だよね。でも親に反対されて。ね、そうだよね。気にしなくていいよ。本当に。やりたいことだったら確かに、自分が決めた方がいい。 ASP は絶対応援だよな。応援してますから。応援団ですね。やりたいことやった方がいいよ絶対。そうだね。やらぬ後悔よりやって後悔。頑張って応援しています。頑張れ、いちごさん。こんな感じでメールを読んでいきますので、メールの宛先はこちら、 asp@fmfuji.jpasp@fmfuji.jp 皆さんからのメールお待ちしてます。お待ちしてます。番組のツイッターのハッシュタグはハッシュタグレディオ ASP です。レディオは小文字で、 ASP は大文字ですからね。放送聞きながらたくさんつぶやいてください、よろしくお願いします。お願いします。そして番組初の生放送ということで、メールテーマがあります。今夜のテーマはこちら、ならず者自己紹介。自己紹介ね、知りたい知りたい知りたい。ありがとうございます。ならず者の皆さんどういった方なのかね、改めて私たち ASP が、そして FM 富士のリスナーさんたちに、ならず者の皆さんがどれだけ素敵な皆さんなのか教えてください。あ、すごい、そういうことか。今これ来たんだね。そうだよ。
自慢できること、趣味、放送できる範囲のフェチ、何でも自由に理由と一緒に書いて送ってください。うん、ただし、一つのメールに一つの内容でお願いします。つまり、うん、違う内容だったら何枚でも送ってください。なるほどね。うん、確かに、いっぱいね、混雑しちゃうからかな。うん。一枚ずつでお願いします。で、それじゃあ、読んでいきますか。はい、うん、え、いい、言って、うん、ならずものネームエグシューさん、うん、ありがとうございます。ありがとうございます。はじめまして、エグシューって言います。はじめまして、はじめまして。埼玉出身22歳です。すごいよ、教えてくれるじゃん。ね、いいんだよね、うん、言っていいんだよ。特技は人の顔を覚えることです。ね、すごい。ね、幼稚園の時の同級生ですら、うん、会った瞬間に名前を思い出せることです、うん、すごい、ね、どういうこと。すごいね、うん、ただし悲しいのが忘れられてる方が多いです、うん、なるほどね。特技だもんね。うん、なるほど、ね、え、めっちゃ羨ましい、ね、アイドル向いてるんじゃない。向いてるよ。ワックメンズオーディションにぜひだね、ほんとに。すごいわ。え、もうね、誕生日とか人の、うん、もう全然覚えらんないの、うん、超苦手。マジ？ミンチとか、うん、うまい？うわうわ、いや、すごいよ、この人。え、すごいよね。すごい、マチルダさん結構すごいよ。これもだめ、やめてね、言っていいのかな、ダメか。何？いや、なんかこの間、なんかチェキ見てたらさ、うんうんうん、なんかその、初めましてっていう人がマチルダのとこに来て、けどマチルダが、うん、この間なんかどこどこ行ってたよねみたいな。どこでどこでその情報を知れたの。ツイッターでちゃんと調べてるんだよ。すごいね、うん、すごいよ、チルダ。じゃあ奈良大好きだから。マチルダからそれ読んでたの。え、すごい。え、でもそういうのあるよね、結構ね。私も見てるとそういうのあるもん、うん、そうそう、双子すごいよね。双子すごい。嬉しい。わかるわかる。リオは？リオ覚えの得意？うん、得意じゃない。苦手？苦手苦手。むずいよね。むずいよ。羨ましい、うん、覚えられんの。顔はわかるんだけど、うん、名前がわかんない。私も。一致しない。あー、そうだよね、うん。逆になんかさ、めっちゃ不思議な名前とかの方が、覚えたりする。わかるわかる。ね。ぴょ、ぴょん、ぴょん、みたいなさ、なんかさ、個性的な感じ。個性的な感じわかる。確かに確かに。の方が覚えやすいのあるかもしれない、うん、確かに。でもすごいな、覚えられるのめっちゃ羨ましい、ね、その特技マジ大事にした方がいい、うん、欲しいな、その特技。特技欲しいね、はい、もう一枚行きましょう、ね、じゃあ次に、はい、ならずものネームイクピーさん、ありがとうございます。ありがとう。モグライアン推しのならずものです。あー、モグちゃんいないね、ごめんね。いないね。船を操縦することができます。うわー、船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 、でもどっちだろうね。確かに。でもすごいじゃないの。え、うん、いいなぁ、船。カルビアン？あ、カルビアン。カルビアンできるじゃん。ね、カルビアン？うん。あるじゃん。カリビアンね、カリビアンか。それは言いたかったの。カリビアン。カルビアン。カルビカルビみたいな。カリビアンね。カレビアン。カレビアンができるって思った。そうだね。いい、確かに。すごいね。すごい。羨ましいなぁ。羨ましい。あち、車の免許も持ってないから、もう何も持ってないよ。ね、どこかに行きたくなっても、うん、チャリしかねえのよ。チャリ最近使ってな。ね、チャリこぎたい。チャリこぎたい。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 ここキックスケーターでもいいよ。スケボーでもいいし。何でもいいや、うん、でも船はいいね。船いいよ、やっぱね、そういうね、なんかね、聞かれた時とかに答えられる免許みたいなのが欲しい、うんうん、欲しい、欲しい、ね、なんかそれ話したよね。なんとかソムリエとかでもいいからさ。ソムリエでもさ、やっぱ勉強しないといけないのがさ、ね、難しいよね。勉強嫌いだしね。そうなんだよ、そうだ、そうなの。あ、だからこそだよね、こういうのが羨ましいよね。そうそうそう、本当にいいな、船の乗って旅しよう、みんなでね、うん、あ、魚釣れるよ、魚。そうだよ、さばけるよ、さばける、さばけるよ、みんなで。クックだな。うん。
はい、皆さんお便りありがとうございました。ありがとうございました。これからも皆さん、七つ王の皆さん、たくさん送ってくださいね。それでは一曲聴いていただきましょう。 ASP で背景ロックスター様2022。ASP が生放送でお送りしているピーキングストロベリーアンセム。さて今夜のメールテーマが七つ王の自己紹介ではありますが、実はまだ ASP のメンバーの自己紹介もほとんどできてませんね皆さん。そうですよね。え、そこで今日は録音放送でやった ASP メンバーの深掘りコーナーをやっていきます。おー、今からメンバー一人に6つの質問をぶつけます。答えるメンバーは深く考えずにリズムよく答えていってもらいます。そして6つの質問に答え終わった後に気になった答えを深掘りしてメンバーを深掘り全然言えない。深掘りしてメンバーを丸裸の状態にさせます。今回丸裸にさせるのはマチルダツインズ。イエーイ、マチルダ。ポロリ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 と意気込み言ってよ、うん、どんどん来いや。チルピ怖い、けマチルダ、うん、はい、いいんか、もう行ってもう行っちゃっていいんか。行っちゃっていい。丸裸になる準備はできてんのか。できてるよ。オッケー、じゃあ早速、うん、うん、マチルダに6つの質問、はい、スタート。わー、今までで一番やったツインズ、あ、間違えた、一番やばかった、うん、ツインズ喧嘩。ツインズ喧嘩、うん、あの洗濯機の中に入れようとした相手を、うんうん、やば。次、うん、ね、うん、メンバー、め、はい、メンバーで付き合うなら誰ですか。チーチー。三つ目、今日の朝ごはんは何ですか。今日の朝ごはん、待って、食べたんだよ、食べたんだけどね、ない、ちょっと待って、あ、スムージー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 飲んだ。いいね。はい、じゃあ次、はい、前世は何だと思いますか。ペンギン、ペンギン、ペンギン。へぇー、意外。ペンギン、あれよ、うん、あの足の怪我がね、うんうん、あって妹が先に活動休止した時に、うんうん、はい、チルちゃんがライブでやった自己紹介のラップ覚えてますか。うん、覚えてます。やってください。本当にやって、覚えてます。いけいけ、せーの、カシアンの街の目綺麗で、私の名前マチルダ、ボンカの足はバッキバキ、マチルダの足やる気はボッキボキ、今日は意味なんでよろしくな。すごい、ブンブン。じゃあラスト、うん、今一番妹のウォンカに言いたいことは何ですか。ウォンカに言いたいこと、うん、いけ、今、うん、え、眉毛整えた方がいいんじゃない。なんだ、無理。あ、洗濯機に入れたの。そうそうそう。あ、そうだ、なんだっけ、一番今まででやばかった喧嘩、うんうん、双子の喧嘩は、うん、洗濯機に相手を入れた。入れた、そう、なんか入れようとして、うんうん、やだー。ボン君は軽いから体重が、うん、そうなんだ、いけるなって思って、うん、で、なんかもういらないんで顔見たくなかったから、うん、入れようって思って、うん、いるじゃん、ボンカが、うん、こうやってね、こうやって、あの持ち上げたの。そう、あのドラム式じゃなかったからちょっと大変だった。入れたんだじゃん、もう本当に、うん、やばくない、背中まで入れた。あ、本当だ。ボンカどういう反応するのそれで。わーみたいな、やめてみたいな。え、お前見た。特殊よね、この子たちの喧嘩。本当にそう。そう。そんなことある、うん、っていうことが巻き起こる。面白いよね。本当にね、嫌いな時は本当に嫌いなんです。いや、本当に面白い。うん、あ、そう。いや、でもご無事で良かったですよ。そうですね。良かったです。最近は元気？仲良しなの？仲良しだよ。あ、よかったよかった。仲いいのが一番ですからね。うん。なるほどね。あ、メンバーで付き合うなら、うん、2番目だね、うん、チーチーがいいの。
いいよ。なんでなんで？なんかね、チーズはね、私がね、やばいこと言ってもね、笑ってくれるしね。確かにすごいね、癒されるんだよ。それあるね。聞き上手だしね。そうね。めっちゃね、癒されるから。うん。彼氏ですね。あー。ボーイフレンド。ね、ボーイフレンドがいい。あはっ！今いる3人。じゃあそうだね。待って。今いる3人の中から。さんまとしたいんけど。さんまとしたいけど。思ってないだろ。え？待って。本当に真剣悩んでもいい。いいよ、いいよ、いいよ。かわいそう。怖い、怖い。終わっちゃうよラジオ。リオンタウン、リオンタウン。そうだろ。ねえ。そうですよ。そうだよね。そうだよね。じゃないから。ねえ。私はちえちゃんがいいよ。本当に？スピード。じゃあ、付き合いたい、付き合いたい。ねえ。じゃあやばい。ねえ。付き合いたいよ本当。最後。あ、眉毛？今一番妹のワンカに言いたいこと。すいません。最高なんだけど。眉毛本当にあの眉毛が本当今日朝起きた時ちょっとすごかった、ボーボーだったってこと。眉毛がボーボーだったってこと。喧嘩起きちゃう。だからちょっとやった方がいいんじゃないかなって思って。今言ってあげたんだ。そう、日常会話ではさ言えないじゃん、相手の人と。あー確かにね、言えないから。ここでね、この場を借りさせていただいて。聞いてんじゃない？いただきました。聞いてるかな。ごめんね、もんか。明日超綺麗になってたらなんか逆に逆に気まずいね。気まずい、気まずい。あれ聞いてるの届いたんだろみたいなさ。気まずい。かわいそう。本当に面白い。なんか傷つかないでね。いや最高。マチルダ真っ裸だね。ね、そうだよ。ポロリだよ。ね、じゃあ6個の質問でマチルダを丸裸にしてきましたが、皆さんマチルダの人となりを知ることできましたか？できたんじゃない？そうでしょ。もう結構スポンポンよ。ありがとう。最高。ありがとう。じゃあね、ここで1曲聴いてください。ハーテッドオブラブ。 ASP が生放送でお送りしているピーキングストロベリーアンセム、ハッシュタグレディオ ASP で今ね、ツイッターも見てる状態なんですけど、だいぶ盛り上がってくださってますね。ありがとうございます。ちょっとウォンカさん、ほんとすいません。 T 字カミソリで盛り上がってますね。ウォンカさん、T 字カミソリで眉毛を切った。取りすぎちゃうじゃん。危ない、危ない。ほんとにほんとに危ない。ずるいよね。何言ってんの。まあいっか。まあこの際ね、ボーボーをねツルツルにしてもいいよね。うん、綺麗にね。まあ気をつけて。こんな感じでね、皆さんのねツイッターも見ておりますので、ぜひ、ハッシュタグレディオ ASP で引き続きツイートよろしくお願いします。お願いします。ではね、ここからは番組に届いたメールを読んでいこうと思うんですけど、メールのねテーマがあります。もならず者自己紹介っていうテーマでね、今募集させていただいてて、そのメールを読んでいきたいと思います。ならず者ネーム、ゆうきさん、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。こんばんは。こんばんは。はじめまして、ならず者ゆうきです。今回のテーマがならず者自己紹介ということで、自分は自分のフェチについて話したいと思います。自分は匂いフェチで、特に昔からデパートの紙袋や包装紙の匂いが好きです。めっちゃわかる。 ASP の皆さんはこの匂い好きだよとかあったりしますか？教えてほしいです。よろしくお願いします。ヤオンのライブもメジャーデビューも楽しみです。これからも頑張ってください。これからも応援し続けます。ありがとうございます。めっちゃわかる。匂いフェチ、わかる。紙袋、紙袋。あのね、特にね、マックがやっぱね、最高。マック？あれやばい。やばいよね。マジかね。超好き。そうなんだ。紙袋の匂い大好き。紙袋の匂いね。何？匂い好きなのとかある？うん。うまい。
微妙いや、ナイナイの匂い好きだよ。ナイナイの匂い。ナイナイの匂い。ナイナイの匂い。ナイナイやばい。ナイナイ今あれだよ、バック祭りでさ、香水取られてから、何もつけてないよ。いい匂いよね、ナイナイ。柔軟剤。柔軟剤根本からいい匂い。え、ナイナイ臭いって思ったことない。ナイナイ。他のメンバーにもない。ないけど、ないけど、ないないないマジトイレの後とかもマジいい匂い。でもないないあれが好き、ブルガリの香水の匂い。え、わかんないわかんない。でも分かる人には絶対わかる。わかる人には分かるのよ。あのブルガリ青春の香りするあれ。青春の香り。もうね、そう使わなくなったんだけど、前使ってて、青春の匂いする。青春の匂いがするんだ。皆さん、じゃあこれは必見ですね。そうですよ。ああそうなんだ、なるほどね。つけてみんな、青春の香りプンプンさせてこう、いいね。いや面白いな。じゃあ次のお便り、はい、見ますね。ラジオネームひなたさん、ありがとうございます。ひなたさん、SP の皆さんこんばんは。こんばんは。今回のテーマはならず者自己紹介ということで、僕のちょっと自慢できることはマックのポテトを無限に食べれることです。わー、本当に本当かよ。絶対そうじゃん。 SP の皆さんはこれだったら無限に食べられるというものはありますか？ある無限に食べられるもの。無限でしょ。無限。え、むずいな。ちょっと待って。うん。なんだろう。餃子はどうなの？無限？え、でも餃子食べて気持ち悪いってなったことない、まだ。あー、すごい。それはじゃあ結構。限界までやりたい。うん。私なんかあったんだよね。これならいけるなって思ったの。なんだっけな。え、リオもあったんだけど、忘れちゃった。ね、忘れちゃった。なんだっけ。ふと、ふとあるよね。突然じゃない？これいけるわ、みたいなある。あ、トマトかな？トマト。え、トマトきついよ、絶対。水分だもん。確かに。水分止まるよ。いける。無理無理か。なんで、なんだろうね。難しいね。難しい。え、でもすごいわ、ポテトね。ポテトすごいですよ。いい子、こうあれね、気をつけて崩さないように。うん。次のならず者ネーム、ジンジンさん。ジンジンさん、ジンジン、こんばんは。こんばんは。私の特技はアルトサックスです。何？サックス。うん。SP の皆さん何か楽器できますか？リコーダーとかしかできない。なんてことない。そうじゃない。夢かとかできる。夢はね、そう、一応ね、ユーフォニウムと、あ、トランペットと、あとね、ギター。そうだね。ツイッターによく載せてるもんね。トランペットはいつ載せるの？ツイッターに。待ってんだけど。ユーフォニウムはいつ載せる？なんかさ、ちょっとタイミング難しくない？突然さ、いいよ、素敵だよ。すごい。そんなんできるんだってなるでしょ。来ます見たらさ。でもアルトサックスはめちゃくちゃかっこいい。いや、かっこいい。どういう系の楽器？違うもん、全然。金管楽器よね。金管？サックスだから。あ、そうよ、そうよ。サックス知ってますか？知らないです。超かっこいいよ。そうなの。初めて聞いた。できるのはとても素敵なんです。かっこいいよね、やっぱ。いいな。なんかそういうジャズとかさ、そういう系だよね、アルトサックスって。いや、いいな、かっこいい。SP もなんかできるようになろうよ。ね。ね、無理か。7人いたら、何？太鼓？太鼓？太鼓の達人。はい。それではここで一曲聴いてください。 G エンペラーズニュークローズ。 SP が生放送でお送りしているピーキングストロベリーアンセブン。はい。サックスは金管楽器じゃなかったで教えてくれてた。何楽器なのじゃ。弦楽器とかじゃなく、え、何、こういうのって違うのか。もう分かんない分かんない。こういうのじゃないと金管楽器じゃないのかもね。なるほどね。ちょっと調べよう後で。じゃあ次読むね。うん。あ、今ねメールテーマならず者自己紹介を読んでいます。はい。じゃあ続きいきます。うん、お願いします。自慢できることは23年生きてきて、マジで鼻血出たことないです。いるよね。18の愛花より。どういうこと？あ、18の愛花さんって方なのね。うん。え、でも18だよ。え、23年生きてるのに18なの。あ、難しいね。どういうこと？そういうのはいいんだよ。なんだろうね。鼻血、マジめっちゃ出る人、逆に。エリオン出たことない。アリオン出たことない人。今まで？今までない。本当に？私も出るのよ、すごく。出る人？雨の日とか出ちゃう。
え、そんなに、うん、ガチじゃん、うん、鼻血で起きるもん朝そうわ、それやばいね。え、でもあるある、鼻こうやってこすったらみよーみたいな。やだー、ね、効果は無理。みよーでもね、鼻血よくないよ。なんかマジ止まんないとき一生止まんないし、うん、この血どっから出てきてんだろうって思わない、うん、鼻血って。確かに確かに、ね、なんかさ変だよね。どこどこどこみたいな、うん、ね、あ、鼻血出ない方が得だからいいよ、うん、うん、お得。いや、じゃあ次行っちゃう。うん、ならずものネーム、アチョプテーピンク屋さん、ありがとうございます。ありがとうございます。日本あんこ協会認定アンバサダーです。粒あん常備、すごい。本当か、アンバサダー、え、本当かな。日本あんこ協会認定アンバサダー、え、これはさ、ネタだと思う。いや本当ですよ。え、すごい、本当に。え、何何、粒あん常備だって。え、やばくない。あんこ、あんこ好き、好き、今日もあんこ食べたもん。あ、食べてたね、うん、今日のあんこ、確かに今日のあんこ今日のあんこさっき食べてたもん、ね、食べた。つぶあん派、こしあん派。こしあん、はい、こしあん、こしあんか、あー、つぶ、ねえ、やめて。お次行こう。はい、すごいな。次の方はですね、うん、ジンジンさん。ジンジンさん再び、ね、ツインズ。私のフェチはふくらはぎの筋肉です、うん、皆さんのフェチは何ですか。フェチ、ふくらはぎの筋肉が好きなんだ、ね、超マニアックじゃない。ふくらはぎ見ながらってことでしたね。確かに、ふくらはぎを見ながらサックス。あ、そういうこと。そっか、うん、そっか、ジンジンさんか、やばいね。ふくらはぎ見ながら、そっか、何、フェチ、フェチありますかって。うん、え、どうしよう。フェチ？なんだろう。ないね、あ、あるよね。うん、花。うん、そうだそうだ。あー、私、なんだろう。アキレス腱、アキレス腱、アキレス腱好き。怖い。足首のところ。怖い、わかる、怖いのわかる。なんで怖い？切れちゃいそう、すぐ。あ、そういうこと？足が怖いんじゃなくて、アキレス腱怖いの？なんで切れないよ。アキレス腱好き。リオは？え、なんだろう。あ、違う、ありそう。私？匂い？うん。え、すごいよ、みんな、ほら、この人、ならずものネーム、うん、土星さん、うん、私のフェチはアキレス腱です。伝わるかわかりませんが、陸上部長距離をやっていた人のようなシュッと引き締まったアキレス腱が大好き。でも、わかるね、そうだよな。あ、でも、たまにめっちゃ出てるやついるよね、うん、だから、うん、そうそうそう、その切れそうなのが好き。怖いよ、怖いよ、怖い、怖い、本当に怖い。あ、もう危ない危ないみたいな。陸部とかすごい、みんなね、こんなにいいよね、マジで。あれ、なんであんなに細くなっちゃうんだろうね、アキレス腱。痩せてる、そういうことは、痩せてるからか、うん、運動神経いいらしい、おばあちゃんが言ってた。そうなんだね。え、わかる。え、すご。な、何さんだっけ。やば、一緒じゃん。嬉しい。でもあれよ、エンスピーの中の推しアキレス腱はゆめかちゃんだった。すごいじゃん。待って、アキレス腱推しに押されてる。アキレス腱推し、うんうん、やばいね。複雑、複雑、嬉しい、ありがとう、はい、ラッキー。次かな、次、うん、僕は、あ、ならずものネーム、シベリア犬助、うん、ありがとうございます。僕は女の子の膝の裏フェチです。うわある時、ふと女の子の一番無防備なところって膝裏なのではという結論に至り、そりゃそうかも。それ以来、最高だね、あ、なるほど、最高のあれだね。それ以来、やばい、ね、エスカレーターなどで目の前に膝裏があるとドキドキします。ドキドキ、やばい。いや、確かに、それ良くないな、ね、血管とか見える感じね、わ、うん、かる。なんかさ、そういうさ、気づいちゃうとさ、ドキドキしちゃうよ、嫌だよね。 やばいね、もうダメだよ、一生抜け出せないよ、もうこれ。無防備ってどういうこと。なんだろうね、毛剃らないとかってこと。でも一番さ、考えたことなくない、膝の裏って。ない、確かに、ね、確かに何も考えたことなくない、そういうことじゃない。膝の裏毛生えないでしょ。生えてるかな。ここじゃ買えないじゃん。買えないか、買えない、セーフじゃない。確かに、じゃあもういっぱい見て、もう大丈夫、勝手に見な、うん、勝手に見な、マジで、うん、ウケるな。じゃあ次いくね、うん、ならずものネーム、ボヘミアンキヨテルさん、ありがとうございます。ありがとうございます。包帯にときめきます。小さい頃から
特に怪我をしているわけでもないのに、包帯や、包帯を手首や足首に巻くと、なんだか特別な気持ちになって、街がとてもキラキラして見えます。じゃあ、わかる。いや、わかるわかる。わかるわかる。ほんとに？包帯これちょっと不謹慎だけどさ、松葉杖とか、はいはいはい、学校とかでついてる。わかる。いたよね。羨ましかった。こういうの、なんて言うんだろうね、包帯でさ、骨折した時にさ、巻くやつとかね、あれかっこいい。あ、ギプス。あれかっこいいと思っちゃうよね。そういうことかな。そうかもね。確かに。でも、街キラキラ好きやけどないよね。大げさすぎるでしょ、絶対。めっちゃ好き、包帯。もう常に巻いとき、それは、毎日街キラキラして見えるわ、そしたら。最高じゃん、巻いとこう。巻けるだけ巻いとこう。じゃあ次。はい。ラジオネーム、ならずもの、キリちゃんさん。ありがとうございます、キリちゃん。26歳のならずものです。私は18歳から6年間韓国に留学していました、うん、そうなの？いますよ。すげえ。韓国語はドラマを字幕なしでも見れるぐらい聞き取れるし、ベラベラ喋れます。すげえ。すごい。ちょぬん夢かイムニだみたいな感じ。え、イムニちゃんもいけんじゃん。いけねえよ。すごいね。すごいね。韓国語いいな。ね、かわいいよね。わかる。なんか全然違くない？チョアヘーみたいな。すごい、なんて言ったのさっき。好きだよ。あはそうだね。チョハヘー。え、いいよなー。羨ましい。え、でも英語も覚えたい。わかる。覚えたい言葉いっぱい。台湾あるしね。だからさ、なんだ、そうだ、台湾ね。そしていただくもんね。確かに。なんでさ、全世界さ、同じ言葉じゃなかったんだろう。めっちゃ悔しい、ほんとに。悔しい。同じだったらよかったのに。悲しい。韓国いいね。いいな。羨ましい。はい。以上かな。じゃあ、うん、じゃあそれではここで一曲聴いてください。 ASP で Wasted Tears。 ガールズガールズガールズフィールブーストピーキングストロベリーアンセムエンディングのお時間になっちゃいました。うわー、じゃあもう終わっちゃうの。ならずもののことをいっぱい知れたし、うん、なんといってもね、マチルダスッポンポンになりましたね。そうですよ、もうね。それでちょっとでもね、分かってもらえたら嬉しいね。うん。うん、超楽しかった。あ、生放送もあっという間ですね。そうですよ、もう、なんとかなった。それではね、ここで ASP からお知らせあります。はい。はい、ASP からのお知らせは、ご縁結び、ご縁結びが5周年だね。そうだ、チーチーが回ってたよね。そう、チーチー回ってまして、明日のね、28日で終わりでございます。終わり？明日で終わり？合ってます？合ってるかな。あさってで、あさってで終わりです。もうね、もうラストなんで、前回もね、しかも5円で CD が買えて、チェキも取れますから、もうもう急いでください、ぜひぜひ、たくさんね、縁結びまくって、ね、結んじゃって、結んじゃって、結んじゃって、もうギャンギャン片結び、お願いします。8月の27日にもね、タイヤ野外音楽堂っていうところで、はい、ちょうど1ヶ月後だよ。そうですよ、来てほしい、みんな。もう会いましょう。8月27日ぜひ、はい、来てくれたら嬉しいなって思います、はい、そしてこの後夜9時からは4000頭身さんの4000ミルクです。来週はアタックオブザキラービッシュを生放送でお届けします。それではウェイト&ウエストを聞きながらお別れです。お相手は夢かなうかなと、名前ないと、マチルダーツインズとリオンタウンでした。それではリオタイム、お別れの一言、どうぞ。せーの、お腹すいちゃー。